シャボン TV をご覧の皆様、始まります演技その2ということで、ここまでやったということなんですね。まあ演技のざっくりこういうもんですよっていうことをね、お話しさせていただきまして、第2回目この下側をやっていきたいと思います。演技は連鎖するっていうお話をね、ちょっと最初に言っていこうかなと思います。で、演技っていうのはこの椅子から椅子というものは、いろんなこういう縁があって初めて自分の椅子やということになるわけなんですが、この条件がちょっとでも変われば自分の椅子は自分の椅子かもしれないけど違ったものになっている。例えば机に変化したりとか、そもそも買わなかった人がいたから自分のものになったけども、買った人がいたら自分のものにはなっていないということ。それぐらいたまたまのふわふわのものであるという話であります。そうすると他のものにもそれは言えるということなんですね。ある彼岸花があったとして、この彼岸花はもともと種だった。日当たりが良かった、雨がよく降って、水がちゃんとあった、風があって、重力があって、そういった直接的な条件があったから、初めてこの彼岸花だなと、彼岸花だなと思うその彼岸花は存在していると、しかし私がその彼岸花を見る前に誰かがこう彼岸花バキンを折って、家の花瓶にプスッと刺した場合、その彼岸花は見れなかったわけで、誰も折らなかった、それまで誰も折らなかった、間違えてその種がチューリップやった、で彼岸花が咲くかなと思ったらチューリップが入ってきたっていう状態だったらダメだったとかね、チューリップの種を間違えて植えなかった、種の時に鳥がその種を食べなかった、それも間接的な要因としてあるわけです。だから全然関係ないと思ってるかもしれないけども、全然知らないところでこの彼岸花が咲いているという間接的な原因には人はなっているということですね。これって、この私、この私にとっても言えることで、この私を構成していたのは、そもそも私が生まれたのは親がいたから、だから私は生まれることができた、そして親に食事を与えられ、友人が学校でできて、そこでいろんな人と付き合って、そしていろんな、コミュニケーション取り方の勉強もしながら、会社に行って、会社でも社会の仕組みの勉強をして、いろんな会社でも友人ができたりして、上司ができたり部下ができたりして、そんな中で自分は初めて今ここに存在していると。これらの条件が少しでもなければ、少しでも変わっていけば、私の人格もどん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 変わっていくわけであります。そもそも親がいなかったら私も存在してませんし、食事も毎日枝豆を食べさせられていたら、そんなに背は伸びてなかったかもしれない。まあ間接的に言えば、誰かに恨まれて誰にもブスッと処罰されていない、だから今生きてますと、だから刺さなかったあなたありがとうございますとかね、間接的にも関わっているわけです。まあそういったいろんな物事があって私も存在していますが、この今いるこの私というのも、これらの条件が少しでも変化したら今の私ではないということであります。これがたまたまなんだからふわふわだぜということなんですね。で、例えば色とか緑色であると思っていることとか、不細工である、男である、頭がいい、お金持ち偉い、こういったものは企画対象があって初めて成立するものだから、これも縁起の縁起であるものであると。なぜなら緑色があって他の色があるから初めて緑色というわけで、世の中みんな緑色のものすごいちょっと気持ち悪いような世界だったら、緑色とは言わないわけで、不細工やということであったら、それはなぜ不細工だと思うのかと、それはイケメンがいるからであると、この逆もしかりですよね。男はいれば女があるから男という存在がある、男しかいなかったらそれは男、男という性別をつける必要はないわけで、頭がいいと思っていたけども別の世界に行ったら、別の、
中学、学校が変わったりとか、会社が変わったりしたら、あ、特に頭がいいと思われない存在になったりするかもしれない。それはお金持ちであったりとか、偉いって言ったり、そういったことも比較対象があって初めて、こういう概念が存在するわけだから、そんなもんは縁起だと言えるわけですね。で、こういった縁起の世界の中で、縁起は連鎖するっていうのはどういうことかというと、例えば花とか私とか、いろんな構成要素いろいろあるけど、例えばこの花でいうところの種とかなんて、種ができるのもものすごいいろんな偶然の重ね合わせでこの種ができてるわけですね。私を構成する要素、親って言っても親の出会いとかものすごい偶然の重なり合いだったり、友人だとかでもたまたま隣同士で座っているとか、たまたま、部活が一緒だったとか、気があったから友人であるけど、それってすっごくたまたま友人であるっていうことの方が多いわけですね。だから例えば会社でなんか嫌なことがあったと、嫌なことがあったから、少し気持ちを落ち着かせようと思って、例えばお墓前に行ってみようと、それでホームセンターに彼岸花を買いに行ったら彼岸花がなかった。例えばお彼岸の時期だったら、なんでお彼岸なの、彼岸花ないんやホームセンターと、もうでもしょうがないからコスモス買ってお墓に刺して お墓参りをして、そして家に帰ろうと思ったら、たまたまパッと見たら、おちょうどいい椅子があるやんけと、おその椅子を買って家に帰って、でその椅子に座ってふうと一息ついている、その椅子も縁起のものである、コスモスも縁起のものである。つまり縁起は連鎖していて、縁起に囲まれて私たちは生きている。つまり私たちの行っている経済活動、今まで、積み上げてきたこの歴史も、今行われている政治も、みんな縁起の中で成り立っている存在であると。つまりたまたまなんだから、ふわふわなものがすごく周りにあるというか、それしかない中に私たちはいるよということですね。でそもそも苦しいとか、私たちが、思う日常の中にある苦とかね、そういった苦の発生原因は何かというと、執着であるとお釈迦様は説いているわけです。で執着って何、そのものにこだわり続けてしまうこと。例えばなんで自分が不細工なんやろうとか、なんで自分は頭が悪いんやろうとか、なんで自分貧しいんやろうとか思っているかもしれない。でもそれっていうのは執着だっていうことなんですね。だってそもそもこういう頭が悪い、いいとか、金持ちとか貧しいとか、不細工かイケメンとかなんてのは空のもの、ふわふわのものなんですよ。だからそれに対して執着をせず、どうせふわふわなものなんだからそんなに執着することはやめなさいとお釈迦さんは言っているわけです。縁起でできた世の中であるという真理に気づくことができたら、その苦は全て解消するっていうのがお釈迦様の言う縁起の方なんですね。でさらにはその真理に気づくことができたらって言うんですけど、縁起の真理すら執着すれば空となる。空っていうのは、縁起によって発生しているこういった物事は実体がない空であると、まあ、前回に空の話をしたと思うんですけども、空となると、真理すら空となると言ってるわけですね。真理すら空なんでって思うんですけども、真理もそれを知って、縁起の方を知って、これすごいなと、どうなったらお前縁起のこと言ってない人はね全然ダメじゃんみたいな感じで、思ったら、それは真の真理ではなくて偽の真理になっちゃうから、すごい、これはすごいとそれに執着していることがまた苦の原因になりますから、真理すら空になっていくということであります。だからお釈迦さんはやっぱり縁起を知った上での中道を歩めと、
全てのものはたまたまでふわふわの空なんだと、だからもう全部何でも説明っていうわけじゃなくて、物事にぎゅーっと執着しているような状態から、全然執着しなくていいよっていう状態のことを知り、間を取っていい感じに進むのが真の精神的な自由を得た悟りの境地だと言っておるわけですね。縁起という悟りの境地を悟っていない私が説明させていただきました。ありがとうございました。